気づかれた。こちらに来ます。よし。こちらに来ます。やった。気づかれた。しっかり戦うのですぞ。はっ、さい。さあ、た。これはどうだ。本当です。お前が首につけている、それは何かの呪具か？そうだよ。これで封印してるんだ。そうか。あの、どうしたの？封印しているというのは、もしや光竜様のお力ですか？うん。母さんがあの力は危険だからって。なるほど。それで私は光竜様と直接お話しすることができないのですね。どうした？何かあるのか？いや、何でもないよ。まあいい。ただ、自分の中にあるものがどのようなものか、あの女がどのような気持ちでそれを封じたのかもな。え、今の話、聞こ、それに、あの女って…こちらに来ます。行きます。やった。エイトサイヤ。どうだ。逃しません。癒しの力。これで。こちらの方も。戦うしかないのか。
この辺りまで来ればも、ソニア、リンナ、大丈夫ですか？まだ思うように動けないけど。ソニアは大丈夫そうですね。でも心配だから急いで町に帰ろうよ。待て。ここまで来れば邪魔も入るまい。つどういうこと？光竜を出せ。何をするのです？邪魔をするな。キリカ！大丈夫です。これ以上痛い目に遭いたくなければ首を突っ込まないことだ。やめなさい。キリカ様とユーマに。やめろ。無駄なことをするな。さあ早くこう。どうする。僕なんかじゃ。何をしている？なるほど。あの女なかなかうまくジグを作ったものだな。やっぱりジーナスは母さんのことを。会ったことがある。一体どこで？お前の母親の話はどうでもいい。なぜあの女ではなくお前に交流が宿っているのか、どうしても出さぬつもりなら。早すぎる。交流様。それはシャレにならねえぜ、ジーナス！アグナム！よう、キリカ。こいつは一体何の騒ぎだ？状況は見ての通りです。とにかく。交流？へえ、こいつがそうなのか。アグナム。そこをどけ。そういうわけにはいかねえんだよ。お前がこいつらに手を出さないと約束するまでは一歩たりとも動かねえ。ふざけたこと。いいだろう。交流のことは貴様を。お、いいね。俺とやろうってのか。烈火のごとく世界に轟く灼熱の音、燃え尽きるほど熱いビートを聴かせてやるぜ。大自然の力。
助かったぜ。気は進まないけど、こんな感じかな。この程度か。ありがとう。ここに。大自然の力。ありがとう。ここに。はあ。癒しの力。
傷を治します。
やってみよう。防げるものなら防いでみな。おい耐えられるか。力よ、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 ここに今日はこのぐらいにしとこう。これ以上やっん？いや自分から一体どういう心境の変化だ。別に変化などない。そもそも俺はその少年がこれほど臆病でなければあまあいい。貴様、そう、最後の歌に。最後の歌？おい、それは一体。さらばだ。だ、おい！なんだかよくわからねえが、とにかく大丈夫だよ。俺はアグナム。キリカやリンナと同じように僕はユーマ。おう、こっちこそな。しかしな、びっくりしたぜ。ここしばらく公式任務がなかったんで、この辺りの地図でも作ろうかと思って、あんなところに出くわしちまうんだからな。おまったく、なんという人なのでしょう、ユーマ。うん、大丈夫。ええ、少しは歩けるようになった。いいんだ、僕の方こそ。いいのよ、そんなこと。だけどソニアたちに協力するって決めたのに。ユーマ。おいおい、誰も怪我はしてねえんだぞ。ひとまずそれでいいじゃねえか。でも、とにかく考え事は町に帰ってからだ。いいな。やった！これくらいなら楽勝ね。なんだ、
逃げんなよ。余裕かな。よう。ゲイボルグだったな。なんとも恐るべき男で。そんなにすげえのかよ。言うまでもない。我はドラグマキナだ。そうか。何、どういう意味だ。その男が強いんじゃなくて、我らを侮辱。あ、侮辱なんかしてねえよ。ま、説明すんのもめんどくせえし。お前、体はもう治ってるよな。エクセラ様のお力でな。だが、一体何を見せると。俺だったら、お前を倒すだけじゃなくて一発でやれるってとこをさ。行くぜ。ほーら、わかったろ。このようなことが。な、なんだ、思ったより硬えな。一発で殺せると思ったの。大したもんじゃねえか、お前。だけどよ、めっちゃムカつくぜ。おとなしく死にやがれ。何をしている。ああ、ゲイボルグ、大丈夫か。
ゲイボルグをこのような目に。飛行がこれほどの力を持っていようと。それはこっちのセリフさ。思ったよりは弱くなかったぜ、そいつ。竜にあだなす者の他にもこのようなことのできる人間がいたとは。竜にあだなす者か。その俺と同じことができるってのは。そんなやつは今まで。ゼストか。やはだが、使いどころさえ誤らなければ。なるほど、ことの次第は。いいえいいえ、私は別に。私も大丈夫です。それよりお父様、問題は公女エクセラの動きです。うん、エクセラ姫の到着一滴がある程度の占領地域を確保していこう。帝国側が戦力を増強した上で、恐れながら王よ、そろそろ我が騎士団を前線に投入すべき頃合いではないかと考え。バローズ、そう焦るな。こちらは騎士団は下手に動かせる状況にない。それはそなたが一番。わかりました。もうしばらく騎士団には町の警護を命じるとし。うん、当面王国の騎士団は温存しつつ戦備を整え、こちらからの攻め手としては光竜とドラグナーたちによる遊撃戦を中心にして、ユーマよ、よろしく頼むぞ。あ、よろしくか。ジーナスに襲われた時も僕は光竜の力をつ、僕は本当にあの力。どうも。